はい、では始めていきたいと思います。では前回までの、3つの選挙制度はを使って選挙制度は学んでいきましたね。その選挙制度がどういうふうに編成していたのでも、これは小選挙区と比例代表の方を中心にお話していきたいと思います。さあ、ではまず戦後衆議院ではどういうふうな選挙制度を使ってたかというと、これ中選挙区制中言います。中選挙区制、さっきの区分では出てきてへんわって言うと思いますが、確かに出てきないんですよ、これ中選挙区制って。局制、というものを使ってきました。この中選挙区制ってのは大選挙区制と同じようなものだと思っていただければいいと思います。まあ、それだけ単純に捉えておいてください。まあ、これでちょっと問題っていうふうになるんですけど、この選挙制度を使ってきたからではっていうわけではないんですけど、まあ、利益誘導政治につながっなってきちゃったと、つながってきちゃったと、いうこの利益誘導政治、よいしょ、利益誘導政治というものを、これが結構大きいんですね。これはあなた当選させるから、例えば、あなた当選させるからその見返りにこれやってねって、あなた当選したらこの政策やってねとか、そういう、そして自分が利益をもらうっていう、そういうことが横行してたんですね。あんまりちょっと腐敗を生み出すようなものになってきてしまったんですわ。ではこちら側行きます。まあ、こういうことがありながらあって、そして1994年の改定につながってきたわけです。これでこの時に小選挙区比例代表並立制というものができます。小選挙区比例代表並立制、小選挙区比例代表並立制、区比例代表、代表並立制、ちょっと代表がちょっと重なっちゃいましたね。代表が小選挙区比例代表並立制、並立制となります。はい、ではまあ、これで、小選挙区が300人、比例代表が180人というふうになりました。これは2000年からですね。でもそれは最初にこれ省略しました。ではこれ比例代表の時にでどういうふうにやるかというものがあったんですが、これ高速名簿式比例代表制というものを一緒に導入していました。高速名簿式比例代表制、おー、また難しい問題が、言葉が出てきたねっていう感じなんて思うんですが、こう名簿って言っちゃうと不安なんでちょっと見ます。名簿、さんずいだね、こうだね、名簿式比例代表制、採用してきたと。これ高速名簿式比例代表制って何か言うたら、比例代表で立候補してる人とその小選挙区と一緒に立候補してる人に、まあ、こういうふうに例えば名前書いてありますって感じで、前ドント方式で数やったじゃないですか。そんでその数に応じてこの名前のね、横にね、この順何番目に当選するかみたいな順位が書いてあるんです。456というふうに、そしてまあ何番目までの人が当選できますよって、例えば3番目だったら、3番目でここで区切っちゃいましょうっていうような、そういう感じのものが、非候補し高速式高速名簿式比例代表制の意味となります。でもこれ12345ってもう最初から決まってたら、ちょっとその議員のねやる気もそがれるじゃないですか。もう上の方だから確実ほど確実に通るやろうと、そういうことも
なくすために、だから今回はちょっと最近の政党はいろんなことをしております。だからまずこの比例代表のみでの立候補っていうのができるんです。成立制と言いつつも、こう比例代表のみの立候補の人の順番をまず、例えばこれで2人にしましょうか。1、2って番号をつけて、そしてその小選挙区にも立候補してる人を3番目で33333というふうに、こういうふうに小選挙区と比例代表で両方立候補してる人を並べちゃおうっていう順位を並べちゃおうっていう、この順位の並べ方はこの次、この3番目の2番目の文章の時にちょっとお話しします。復活当選のところにお話しします。で、さっき言いましたね、こっちの2つ目の方にいます。小選挙区と比例代表での重複立候補、まさにこれですね。これができるようになったのと、復活当選が可能になったと。これ復活当選のお話をちょっとさせていただきます。復活当選の時にどういうふうにやるかというお話なんですけど、これは当選者の票数、この選挙区の当選者の票数、当選者の票数、票数割る これで割ります。何で割るかというと、これはこの自分の票数で、自分の票数でこれを割っちゃいます。これをこの数字、割った数字を積配率と言います。積配率、配率、積配率と言います。この数字でじゃあ100に一番近かった人から当選させていくということでございます。このダーッと3番並んでるところで、一番どの人が勝ちに一番近かったかっていう、惨敗か負けに近い、勝ちに近かったかっていう、そんな感じで順番をつけていきます。ただこの復活当選って一つ決まりがありまして、復活当選の時は有効投票総数の10分の1未満の場合は認められておりません。有効投票総数、また難しい言葉で聞きましたね。これは選挙でもう有効っていう風になった、有効な票ってのはちゃんと候補者の名前もなんか変な記号とか入れてたりとかしないで、しっかりその正しく書いてあるものを有効とします。だからこれはなんか記号とかわけのわかんないもの書いてあったりとか、白票とかも除かれた中の票数の中の10分の1未満しか獲得できなかったと、その時は復活当選は認められておりませんということで、これちょっと押さえておいてください。はい、では上行きます。これ黒板入れ替えます。片手だと結構重いな俺。おう、ちょっと音でかく出てきました。では、さあ小選挙区の場合は、衆議院の場合は発足名簿式比例代表制、参議院では選挙区選出議員選挙と比例代表選出議員選挙っていうのがあるんですけど、選挙区、大選挙区制みたいなもんですね、と比例代表っていうのを使うんですが、これ両方立候補することはできないんですよ。だからこっちの参議院ではどういうことをしているかというと、非拘束名簿式比例代表制というのを導入しております。非拘束名簿式比例代表制、拘束名簿式比例代表制、簿式比例代表、比例代表制、
高速名簿式比例代表。これはさっきと違うのはもう名簿にもう名前しか書いてないんですよ。名簿に名前しか書いてない。これでどういうふうになったら候補者を出すのかというと、あの本当参議院っていうのは参議院の比例代表の時の選挙ではその政党の名前か候補者の名前でこうなんかあの紙になって誰何党から誰誰誰誰誰って名前が書いてあるんです。その中から選んで書くか政党名で書くんですよ。だからまず最初に政党に投票した人とその候補者に合わせた人と全部合わせて、そこからドント方式でまた何どの党には何議席何議席何議席とかいう風になった後に、今度その候補者の名前で入れた人の多い順番から当選させていくと。だから順番でやってきたのをこっちは本当にその党のどれだけ票を集められるかって個人でっていう勝負になってくるんですよ。だからこれ結構有名な著名人とか議員とかなったりとかするんですよ。もう名前はありませんが、例えば、元有名野球選手とか、まあ、それがいいかどうかっていうのはまた別問題なんですけど、そういうのが、横行してきちゃったんですよね。はい、ではそれをしっかり皆さんがもし有権者になった時に本当にその人でいいのかと選ぶことも大事になっていきます。はい、ちょっと関係ない話もしちゃいましたね。はい、では、さあ次に選挙の課題とか問題とかの課題とかのお話をしていきたいと思います。お疲れ様でした。